え、何かしら。あら、見て、かわいらしい。あれが今夜のお楽しみね。人形のように美しいな。ガラス玉のような瞳が何とも言えんじゃないか。しかし、あの格好はいただけない。この高尚なクラブ、あのいかにも低俗な誘惑を喜ぶ会員がいるとは思えんな。そうかしら。ご覧なさい、あの幼い顔。まだ子供のようじゃないの。そこへあの格好だから物語があるのよ。なるほど。あの敷き詰められた花は、さしずめ、喧嘩というところかな。純潔の死とも取れる。ああ、待ちきれませんわ。はしたなくよだれが垂れてしまいそう。喋ったよ。可愛らしい声で。じきにもっと可愛らしい声を上げるようにな。まあ、手が震えているわね。握ってあげましょう。あら、泣いているのかしら。舐め取ってあげましょう。シャンペンを飲むか。きっと気分が落ち着くだろう。こぼしてしまったわね。拭いてあげましょう。私の肌で。Thank you.
潔癖な姫様。あなたを守ろうとしていた。不思議だ。姫様、そうしておられる時が一番美しい。蝶の毒、花の鎖、大正艶恋異聞。